の店のもらっていいのか。ありがとう。一生口にできないかと思っていたところだ。よく味わわせてもらう。なんだい、何か買ってくのかい。この本いくらですか。おお、あんたフェアリーテイルの魔導士かい。そしたらさぞかし稼いでいらっしゃるんだろうね。そいつを買うっていうなら20万ジュエルでどうだ。20万？そんなに出せるわけないでしょ。というか完全にぼったくりじゃない。それじゃあこの本は譲れんな。だがどうしてもというなら品物と交換ってのはどうだい。品物？ここに書いてあるものを集めてきてくれ。そしたらそれと交換で譲ってやるよ。なんで私がそんなお使いみたいなことしなきゃいけないのよ。ちゃんと適正価格で売ってくれればそれでいいんだけど。おやおや、まさかフェアリーテイルの魔導士ともあろう人がこれくらいも集められないと。なんかムカつくわね。分かったわ、やってやろうじゃないの。よろしく頼むよ。どこ行こっかな。ここにしましょう。気をつけていきましょう。よっ！よっしゃ！行っちゃ行くか！よし、どこ行こうかな。ここにしましょう。さて次はと。よっと。はい、頼まれてたもの持ってきたわよ。これでいいんでしょ。毎度あり。それじゃあこいつは持ってっていいぜ。ほれ。まあ投げないでよ、20万ジュエルの本。20万？あ、そういう設定だったか。設定って言った？今聞き間違いだろ。ほら、用が済んだらさっさと行きな。釈然としないけど。まあいいわ、ともかく本が手に入ってよかった。早く帰って読もうっと。
そうだ。ほう。そうだな。ほう。うん。そんなに魚に似てる？ねえ。あ、はい。許してくれるし、腹が限界なんだ。夏、おいら、おいしい魚が食べたいよ。ハッピー、しっかりしろ！ハッピせっかくの食べ物が。熱
く元気出して、おいらの分けてあげるから。ハッピー、ありがとうよ。やっぱりお前は最高の相棒だ。はい。身が残ってねえじゃねえか。